皆さんこんにちは、レナです。前のビデオではドイツの恋しくなるものについて話しましたね。その一つはドイツの朝ごはんとドイツのパンです。最近そのドイツの朝ごはんめちゃくちゃ食べたくなってきたから、今日はドイツの本格的な朝ごはんを作りたいと思います。ドイツの朝ごはんに一番大事なのがドイツのパンです。なので名古屋にあるドイツのパン屋さんに今向かってます。パンをピックアップしに行って帰って、タカを起こしてドイツの朝ごはんを一緒に作って一緒に食べたいと思います。はい、着きました。こちらです。ベッカー街宮川です。名古屋に意外といくつかのドイツのパンが作ってるパン屋さんがあります。これがなんか一番美味しそうだったから、これをちょっと今日選びました。初めてです。ここの中の雰囲気がめちゃくちゃ良くて、まあちょっとなんかドイツっぽいし日本っぽいし、ドイツのパンとかも並んであるし、まあ日本のパンとかも並んであります。これを注文しました。食べきれないぐらいの量だけど、まあ食べれないところは明日食べるかなみたいな感じ。私のパンをゲットしました。とかいろいろ見て、注文したもの以外にも美味しそうなものいっぱいあるから、もうちょっと買おうかなと思った。2人で絶対に食べきれないけど、まあいいや。大量のパンをゲットしましたので、今から帰りたいと思います。今からドイツの本格的な朝ごはんを作りたいと思います。はい、タカ、ドイツの朝ごはんのイメージは何？ビール。ブブー。バイエルンの朝ごはんでしょ。白ソーセージ。ブブー。それもバイエルンの朝ごはん。マッシュポテト。何を言ってる。ドイツの本格的な朝ごはんがいくつかの共通点があります。ドイツのパンです。ドイツのパンと日本のパンの違いは硬さ。だってドイツのパンめっちゃ硬いもんね。日本のパンと比べると、本当顎が弱い人はね食べれないよ。買いすぎたと思わない？いつもレナも買いすぎるでしょ。パンに乗せるものでしょ？ジャムとハム、チーズ、ヌテラとか、蜂蜜、ピーナッツバター、いろいろクリームチーズとか。ハムは普通のロースハム。ドイツにはハムの種類がこう山ほどあるけど、日本はちょっとハムの種類が少なすぎて、他はサラミ。あんまり日本には売ってないよね。なんかサラミをパンにのせる習慣？うん、あんまないかもしれない。これドイツにも売ってるチーズだよ。ソーセージとチーズのプレートができた。これがドイツの朝ごはん。ヘーゼルナッツとチョコのクリーム、私は大好き。朝ごはんのテーブルをセットしました。ドイツの朝ごはんは具体的に何かをちょっと紹介しなきゃいけないよ ね。これもうまずボリュームがやばない。何これ、こんな食べんの朝から。そうです。胃もたれしちゃう。まあちょっと今日はちょっと多いかもしれないけど、でもだってドイツにさ、立派なテーブル、まあ、すごいね本当に。あのメインはもちろんドイツのパン。これパンはめちゃくちゃいろんな種類があるけど、説明してった方がいいんじゃない？ミュンヘナブロートという。これめちゃくちゃ硬いんだけど。違う、これまだ柔らかい派だよ。これは私たちの好きなプレッツェル。これ俺が一番好きだね。でもちょっとなんか塩が足りない感じするけどね。塩が全く乗ってない、ね、あと本場のドイツのやつって多分これね、4個分ぐらい。いや、こんな感じの、まあ、本当あるけど、これぐらいの朝ごはんに食べるのがこれの2個分ぐらいかな。まあこれは
多分日本に一番近いパン、白いパンで、これは同じもので、あの上にポピーシードがついてる。そうね、パンにのせて、あのハムとかハラミとかチーズとか、うん、あとは朝ごはんにゆで卵。日本人これあんま馴染みないよね、この食べ方。これあれでしょ、これドイツから持ってきたよ。あ、これこいつマジで売ってないんだやっぱ日本に。うん、そう、半熟だからこれに入れないと全部バチャーってなるから。あとは、野菜が大体あります、うん、で、果物も大体あるけど今日はちょっとない。はい、いただきます。いただきます。わー、めっちゃ楽しみにした、もうずっと。私はこのパンで始めます。ドイツの卵の食べ方を説明します。ここで完璧な卵ができた、うん、すごいよね、この食べ方。何を食べようかね、プレッツェルかな。プレッツェルの正しい食べ方はわかる？なんかこうスライド半分に切るみたいな、ハンバーガーみたいに開いてバター塗って閉じてパクッといく。はい、それはバターブリッツェというバタープレッツェル。で、まあそれがやりたくないなら違う方法が、一回こう割って、うん、で、その後はここにバターがあって、で、いつもあ、まあ、ナイフでここにこうつけながら一個ずつの、そうだ、つけて、こういうことか。おー、うまい。なんか本場のドイツのプレッツェルの方がなんかもうちょっと硬いし、ちゃんと塩もついてるし美味しい気がするな。これにちょっとハムとチーズとかいろいろ乗せようかな。サラミかな。そんな乗っけるの、サラミ。そうでしょう。完璧。3枚乗っけた。3枚乗っけた。ピクルスをつけようかな。はい、こんな感じ。美味しそうでしょ。うまそう。はい、いただきます。うん、ドイツの味する。もう甘いものいこうかな。ヌテラは絶対に食べたい。食べていい？ダメ、本当。ワゴン食べたいから。で、ちなみにここの下にバターとかマーガリンをつけた方が美味しい。これめちゃくちゃクリーミーなチョコレートクリーム。塗りすぎじゃね？大丈夫？にょー。1年ぶりのヌテラのパン、うん、美味しいのかな。うん、まっ。もうお腹いっぱいなっちゃった。プレッツェル1個食べて卵食べたらお腹いっぱいなっちゃった。朝起きてすぐ食べれない。佐川ドイツ人じゃないってことだ。問題発生。うん、あ、終わった。もう噛めない。やばいやつだな。筋肉痛になるから、ここは。私の手作りのアーモンドバター。うん、おい、一口しか食べてないよ。俺も一口かかるかないの。あ、クリームチーズにジャムやる。うん、クリームチーズ。クリームチーズ。クリームチーズをパンに乗っけて食べるって人います？いるかな。ブルーベリーのジャム。うまそう。タカにあげないよ。さっきに私のパンを食べたから。これ。おいしい？ちょっと一口ちょうだい。一口ちょうだい。これ一口じゃないよ。おい、ケチ。おい、本当に一口しか残さなかったね。皆さん見ましたか？レイナはいつもケチですよ。うん、うまっ。ちょっとちっちゃすぎて味、マジ味が分かんなかった。おー、かわいそうに。レイナが一口くれなかったら。まだ食べれるの？マジで？お腹どうなってんすか、先輩。そんな入るかね。うん、特別に今日はドイツの朝ごはんだから。
楽しみにしたよ。1週間以上はもうこの土曜日のドイツの朝ごはん楽しみにしてたよ。よかった。毎週土曜日はドイツの朝ごはんの日にすればいいじゃん。だったら太るよ。どうだい。これタカの一口でしょ。違う、ちゃんと一口食べるから。一口ちょうだい。一口ちょうだい。よこせ。おいケチ。あった。ごちそうさま。ドイツ語でごちそうさまってなんて言うの。ない。ダンケ。グーダスエッスン。ああ。みたいな。Thank you for the meal。お腹いっぱい食べたね。マジでお腹いっぱい。まだ残ってるけどね。うん、大丈夫、後で食べる。これとかはまあ。おいおい、私のプレッツェルを触るな。皆さんはドイツの朝ごはんを作ってみてください。ちなみにドイツに行った時のドイツ。まあ、ダイアンの朝ごはんの動画があるので、それもぜひ。そっちはもう本当の本当のドイツの朝ごはん。ぜひ参考にしてみてください。はい。でもこれは日本で作れるドイツの朝ごはんです。このドイツの朝ごはんがうまそうだったなら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画がまた3日後にアップされるので、その動画でまた会いましょう。バイバーイ。